中川原駅は東京都府中市住吉町2丁目にある京王電鉄京王線の駅である京王中央管区所属駅番号は526駅所在地付近の小地名からかつて多摩川は現在より北側の府中がけ線付近を流れ浅川が現在の多摩川付近を流れており多摩川と浅川の中間の河原に集落があったためとされる また多摩川で砂利採取が広く行われていた時代には、駅北側に砂利の処理場があった。相対式ホーム2面2線を有する高架駅で、高架下を東京都道18号府中町田線が通る。駅事務室、自動券売機、改札とホームとの間に低い中2階が設けられる。この中2階と上下ホーム間には、エレベーターと上り専用エスカレーターが、改札と、 中2階間にはエレベーターが設置されている。トイレは中2階奥にあり、車椅子、オストメイト対応の多機能トイレも設置している。2番線の京王8王子寄りには、平日、土曜の午前6時30分から午前9時のみ開く、入場専用の臨時改札が設置されている。駅構内では、以下の店舗が営業している。その他のサービスとして、駅中保育所、歯科クリニック、 美用室などが入居している。2019年度の1日平均乗降人員は25,845人で、ある。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は、下表の通りである。再開発事業により、駅北口にバスロータリーが整備され、全路線が北口バス乗り場、中川原駅停留所から発着する。京王電鉄バスにより運行。 中川原駅と国立支線2丁目の都営線2丁目アパート方面を結ぶバス路線がある。メインは中霊に系統で平日朝の通勤時間帯は NEC 中川原技術センターを経由する便もある。一般路線バスは平日と休日ともに昼間の10時から15時台は運行されない。なお終点の都営線2丁目停留所には 立川バスも乗り入れているが、立川バスの停留所名は、国立泉団地となっている。府中市、コミュニティバス、中バス、京王バス、府中営業所により運行。南町、四谷循環として、2路線3方向の循環路線が乗り入れている。どの路線も30分に1本の運行で、中バス同士で相互に乗り継ぎできるよう中川原駅での、 発着時間を揃えており、車内で無料乗り継ぎ券を発行する制度もある。詳しくは中、バスの記事を参照。2010年までは、玉川河川敷の玉市川の成績桜ヶ丘駅付近で開催されていた成績玉川花火大会の際に、特急、準特急、急行が臨時停車していた。2011年は、ただし、 当駅での臨時停車は現時点では行われていない。ありがとうございます。